もう何千人の子供に見取られて死んだら最高の人生でしょうね。耳を子供と音楽、そしてもう一つあるものが大好きという41歳、この方前原実さんがふれあいの道本日の主人公です。普段はと言いますと、こちらのスーツ姿にヘルメット、果たして彼の正体やいかに。夢は突然、お前ら絶対できる、優勝できる、勝つ、分かったよ、行ってこい。NTT NTT テレコムエンジニアリング中国 NTT 中国グループの提供でお送りします。のっけからドカーンと出ましたわ、一万円札の束。軽快なリズムで数え上げていくのは本日の主人公、備前信用金庫に勤務する銀行マン前原実、得意先係長なのです。お見事。お話の舞台はと言いますと、岡山県の南東部に位置する東部地方。前原係長、この日もお決まりのスーツ姿にヘルメット、バイクで得意先回りなのです。はい、お預かり。また今日も腰が痛い。若いんだから、まあ頑張ってでもいいやありがとう。いらっしゃ い。なんとも気さくな人柄の前原さん。月曜から金曜日のウィークデーは銀行マン。しかし土曜日、日曜日、彼にはもう一つの姿が。ゴール、前原実監督に変身。岡山県長船町の小学生で構成される長船サッカースポーツ少年団を率います。自分の生きたっていう証拠を世の中に残せる唯一の手段じゃないかなと思うんです。物心ついた時、彼の隣にはサッカーボールがありました。父親としたボール遊び、サッカーを通じてできた大勢の友達、夢大き青春時代。サッカーは彼の心の中に素晴らしい思い出を刻み続けたのです。そして今もその思い出は子供たちと共に膨らんでいます。金も名誉も残せませんし、社会にあんまり影響できませんし、もうサッカーでね、子供たちに何かを将来、あんな親父もいたなぐらいのことを残しとったら、それ大変なことじゃないかなと思うんですよね、人間として。銀行員って全然信じられないよね。だから銀行員の仕事行ってる時とサッカーしてる時、全然全く想像がつきません。全く正反対の、そういう、ま、人ですね。ビバカニシってあるじゃないですか。ありますね、映画の、うん、あれのね、サッカー版みたいな人そのまま、そのまま。前原監督ってどんな人？太ってるよ、やばい、太ってるし、アイスを持ってくれる人、顔は面白い監督のこと好きですか？Gリーグになってテレビのインタビューがあったら、昔世話になった監督さんって絶対呼べよ呼んだぞって言っていつも言ってますから、もうそれが老後の楽しみです。ありがとうございます。やる気、やる気、元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 気。さあ気合を入れて猛練習の始まりかと思いきや、なんといきなり子供たちのお母さんを先生にエアロビクス。意外や意外。それもそのはず、前原監督のモットーはとにかく明るく楽しく、好きこそものの上手なれ、サッカーを好きになること、これが上達のまず第一歩だとか。よーい、スタート。前原監督曰く、子供と大人の信頼関係は大人が子供の目線になって初めて芽生えてくるもの。子供はいつも一生懸命なんですね。サッカーの動きと同じね。サッカーと一緒、外へ追い込む。そう、疲れたか、疲れたか、手が切れたらダメよ、手が切れたら。よっしゃ、あと2人、捕まった、当たった、あとランサー。よーしゃ、はい、どうですか。こうだけは決まってるでしょ。子供たちになって負けません。私もサッカーに挑戦です。いざ。いやー、パワーなら負けないんですがね、ところが技術となるともうお手上げです。
すごいでしょ、みんなプロも顔負け。ほら、これなんか頭ですよ、頭ね。子供たちと前原さんには共通の夢があります。それは県大会優勝。くしくも明日は県大会の代表権をかけた地区予選の決勝日。1ゲーム1ゲームを大切にここまで勝ち上がってきた長船イレブン、自然と練習にも力が入ります。逆サイド展開しよう。はい、逆まで、そうそうそう。前原監督、心は子供たちと一緒にグラウンドを走ります。なんとかしよう。頑張れ、今の調子よ、調子いいから明日頑張ろうよ。一生懸命な人の眼差しには時としてハッとさせられることがあります。前原さんにとって子供たちはサッカーを通じて知り合った大事な友達。サッカーは世代を超えて心と心をつなぎます。子供たちにサッカーを教えて今年で17年目。3つのチームを作り、そこで大勢の友達ができました。彼らとの思い出の品々が部屋を埋め尽くしていたのです。サッカーしかできない人なんです。もうだからいい具にやってくれたらいいがなった。怪我のないよね、もちろんないよね。もうそれだけでもうサッカーに出ると、もう帰るまで案じてます。私が死ぬ時にね、あの臨終の枕のところにこの写真を全部置いて、これだけの子供に見取られて死んだら最高だと思いますね。そうですね、うん、それがまあ夢です。はい、体が続く限り頑張ります。地区予選決勝当日、会場となったグラウンドの片隅に前原さんと子供たち、長船ウィングスの姿がありました。真剣な顔の監督、どうやら子供たちの緊張を感じ取ったようです。いよいよやってきました。胸がドキドキしとるとかな、あくびが嫌に出るとかしとるのは体が準備してる証拠だから、自分が弱いんじゃありません。子供たちの緊張はまだ抜けきらない様子。なんとか日頃の力を出し切らせてやりたい。よっしゃ、もう一つ集まれ。前原監督、再び子供たちを呼び集めます。はいはいはい、集まって、さあおまじないかけるぞ、いつものように集まれ集まれ。はい、いかいか、前半の太田、ここで取り返すぞ。お前ら絶対できる、優勝できる、勝つ、分かったな。行ってこい。いやまな板の恋です。もうここから先は僕たちはもう何にもできませんので、5分でペースをつかもう。よし、かぶったかわんか、相手のプレッシャー早いよ、今までと違う。オーケー、よし、いける、よし、よし、いける、ダメ、暴れ、ダメ、あー、よし、よし、よし、紫色のユニフォーム、長船ウィングス、再三のチャンスを迎えながら得点に結びつかず、逆に今度は対戦相手、平津に攻め込まれます。もう意外と大丈夫な。じっとしていられない前原監督、心配が目元に現れています。さあ、ここで0対0のまま前半20分が終了です。焦らなくていいからな、バタバタしなくてもな、後半20分間なんとかできる、お前たちなら。それで久米、中でコントロール頼むわ。お前は上手いんだ、あとお前に頼るのは自信だけ。今日のお前自信ない、持て、もっと自信を。お前絶対上手いんだからな、ほっぺん蹴れるんだ。よし、行くぞ。目標は優勝だぞ。監督の声でリラックスできたのか、オサフルウィングスの動きが良くなってきました。もっと積極的に打てばいいから。よし、よっしゃ、
にお母さんたちも一喜一憂。お前ら絶対できる、優勝できる。よっしゃー、やったこのペースで行こうね。この一点で一方的なお酒のペースになるかと思いきや、さすがは地区代表決定戦。対する平津、逆に大反撃、お酒ボールに襲いかかります。どちらのチームももう一生懸命、子供たちにいろんなことを教えてもらうんです。前原さんの言葉が思い出されます。頑張れ子供たち。さあ後半も残り5分、今度はおさふねが広津ゴールへ。ゴール右に出されたボールに走り込んでゴール。おさふねが2点目をゲット。そしてそのまま試合終了、タイムアップ。おさふねウィングスと前原監督、県大会への切符を手にしたのです。前原監督、子供たちをたたえます。よっしゃ、はいはいはい、よっしゃ、よかった、やった、よし、よーヒーロー、ヒーロー。しんどいんですよね、一生懸命走ってると。その一生懸命走ってしんどいのを克服して、点をみんなで決めるっていう、あの入れた時にみんなのあの喜び方見てくれました、もうあれがね全てじゃないかと思います。前原さんが子供たちと一緒に見る夢は、選手、監督、コーチ、みんなの心の中でいつまでもいつまでもあったかい明かりを灯し続けることでしょう。いつまでもいつまでも県大会優勝するぞ。町をつなぎ、人をつなぎ、心をつなぐ、ふれあいの道、 NTT 中国グループの提供でお送りしました。